ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくのがこちら、2018年式アウディ SQ5、はい、こちらをご紹介させていただきます、はい、結構でも興味があるところではあるんですね。そうですね、はい、はい、なんかもう人気はありますので、はいはい、なんかとてつもないこうパワーがあるとかド派手なこう外観とかっていうわけではないですけど、はいはいはい、結構皆さん気になるところじゃないかなっていう、はいはい、まあ、そうですね、このサイズ感で気に入ったら、まあ、いろんな競合車種があったりする、はい、ところがあるので非常に人気が高いところでもありますし、まあ、アウディデザイン性がやっぱり、ね、非常にこうなってから良、はい、くなっている部分もありますし、まあ、SQ5 だと、まあ、RS っていうグレードは、ね、はい、アウディありますけど、はいはい、この Q5 に関しては S で終わり。 RS がないんですね。ないです、はい、だから S がトップグレードなんです。トップグレードになりますね、はいはい、で競合車種でいうと、はい、もう一番ド定番のは兄弟車のマカンですね。そうですね、マカンですね、はい、であとは他のメーカーでいくと、はい、X3 とか X3M とか、そうですね、はい、GLC とか GLC とか、はいはい、あの辺がバッティングシード、はい、なりますね、はい、なるほど。じゃあ外観から、まあまあ、はい、外観からいきましょうか、はい、外観はもうアウディのこの定番の、はい、そうですね、大きいグリルと、はいはい、シュッとしたバンパーと、ボディのサイズ的には、はい、A4 とかはいのと同じ感じの大きさですね。ああ、そうなんですね、はい、なるほど、はい、でやっぱりこのサテンのシルバーのパーツが、はいはい、ふんだんに使われてるわけですね、はいはい、そしてヘッドライトなんかもこのシュッとした、はい、なんていうかこのチューブが使われてる、はいはい、これ結構共通じゃないですか。共通ですね。ですよね、はいはい、微妙に形は違いますけど、はい、何でしたっけ、Q7 とか、Q7、あの辺と衣装が結構似てますよね、はいはい。アウディってイメージをやっぱりそのどのメーカーもそうですけど大事にしてますよね、はいはい、だからこれ、まあ、よくも悪くもパッて見たらアウディっていうのが分かるような感じ、特に統一されてますよね。統一されてますね、はい、そして横に回っていくと、はい、ブレーキはやっぱり大きいの入ってるんですね。そうですね、はい、S スポーツモデルになりますので、キャリパーとホイールが入ってます、はいはい、でホイールもなんか、はい、ガンメタの絶妙な色合いのホイールで、はい、天然ブラッシュドで、はい、天面ダイヤモンドカットですか、これ。そうですね、はい、ツートンになってるから非常にいいですよね、はい、ちょっと高級感もありつつ、はいはい、これサイズいくつですか。サイズ、あ、20インチなんですね。20インチですよ。なるほど、はい、意外にちっちゃく見えますよね。ちっちゃく見えますよね、はいはい、タイヤの厚み結構ありますから、はい、ありますからね、はい、そしてなんか外観なんかこう割とシンプルというか、はい、そんなにアグレッシブじゃないじゃないですか、はいはい、なのにブレーキはやっぱりこの強烈なのが入ってるんです、はい、ただローターは普通のプレーンの、はいはい、やりすぎない感じが、はいはい、ちょうどいいかなって、はい、だからまあそのなんていうんですかね、ザ・スポーツカーっていうスポーツ SUV っていうのはあんまりパッと見は感じないような形ですけど、はい、そういう見せない演出になってますよね、はい、なんかダクトがついたりとかもないですね、はいはいはい、で小島さん、これなんですか、 V6T っていう V6 のターボってことですか。ターボです、はい、あ、そういうことなんですか、はい、なるほど。そして横もシンプルですね。なんかシンプルです、はいはい、プレスラインも本当に上と下だけで、はいはい、特にサイドスカートっていうサイドスカートもなく、はいはい、逆にね、ボンド的にはここからそうっすね、ドレスアップが楽しい車でもありますので、はいはい、まあ、最後に多分言っちゃいますけど、アプトとか、はいはい、そうです、非常におすすめな、カスタマイズのベースとしても非常におすすめな車種でございます、はいはい、で後ろに行くと、後ろあれなんですね、マカンと違って4本通しなんですね、はい、タイヤが。そうなんです、そうなんです、はい、そう、マカンは違いますもんね、はい、マカンリアの方が2つ、はいはいはい、4本通しの、はい、サイズで、同じく20インチの255ですか、はい、でブレーキは片押しですけどちゃんと赤くなってて、 S のロゴが入ってて、はい、はい、いい形になります。なるほど、はい、で窓枠とかもやっぱりこうサテンで統一されてるんですね。そうですね、はい、なりますね、はい、だからまあちょっとそのアウディとか輸入車のこの残念ポイントの甘じみがついちゃうっていうのはありますけど、これは非常に綺麗な状態で、はい、コンディションも良好ということで、はいはい、思います、はい、であれなんですね、僕つい先日東京店で、はい、なんだっけな、RS6 か、はいはい、アバント、はい、あの車両紹介撮影してきたんですけど、これシルバーの感じがなんか、はい、あの辺と違います。なんかこっちの方が艶がある気がするんですよね。あ、そう言われてみると違いますね、はい、ちょっと向こうの方がちょっと曇ってるというか、そう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 、もうちょっとこう艶消しが、はい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 、こっちちょっと艶のあるサテンのシルバーなんですね、はい、なんかその辺の違いも、はい、キャラクターで RS で違っていくんじゃないですか、ね、あ、 RS になるともっとマットなやつになるんですね、うん、なるんじゃないかなと思いますね、はい、でリアは、はいはい、なんかすごい特徴的なこのゲート、はいはいはい、これテールランプがこう、はい、なんていうんですか、こうここなんですね、こうじゃなくて、そうそうですね、は
デザインはね、はい、やっぱりその、はい、パッと見はまあ普通のおとなしめですけど、はい、デザインは結構ちょっとアグレッシブなデザインだと思います。形がアグレッシブな形になってますね、はい、あんまりないですよこれ、はいはい、でテールランプの衣装なんかもやっぱりこの辺も共通というか、はい、似せてきてるんですね、はい、他のモデルと、はいはい、でリア版なんかもこのサテンのパーツが使われてたりとか、はい、でまあこれは、はい、ね、マフラーはそうなんですよ、僕下見でびっくりしたんですけどこれマフラーじゃないんですよ、はい、マフラーじゃないです、はい、あれ塞がってると思って、はいはい、これ実はこの下に、はい、ついてるんですね、まあ、今流行りですよね、これ。あ、見せないデザイン、見せないデザインですね、はい、でちょっと小ぶりなディフューザーみたいな形状になってて、はいはい、本当にちょっと控えめにこう、はい、スポーティーさを演出してる、はいはい、そんな車です。なるほど、はい、じゃあ続いてトランクちょっと見てみたいと思います、はい。あ、もちろんフル電動で、あ、やっぱりこうテールランプがこうくっついて上がるんで、はい、ここがちょっと特徴的な感じになるんですね、はい、あ、でマットが、はい、マットちょっとおかしいな、はい、恒例のゴルフバッグは、あ、余裕ですね、バッグ、はい、そうですね、でもこのサイズで入るんだったらいいんじゃないですか、はい、そうですね、まあ一つは楽に、はい、重ねて2個いけますかね、で倒せばもちろん倒せば、はい、550ぐらいあるんですよね、トランクの容量が。お、勉強してきたんですか。勉強してきたんですよ、僕珍しく。これでも最後までガチャンって収まるの良くないですか、はい、え、そうなんですか。あ、本当だ、結構ね、バーンって浮いちゃってるのあるけど、ね、はい、確かにカチャってカチャッと止まるので、はい、なるほど、まあ、そういったところ も全然余裕ですね、はい、荷物をちゃんと入れてね、はいはい、やるあれが入ってると思います。でちょっとですけどここも少しえぐってあって、はい、ネットもついてて、はい、じゃトランク容量はやっぱり車のキャラクター的にも、はいはい、十分あるといけますね、はい、でこれあれですか、テールランプが上に持ち上がってるってことはこれ、うん、点灯時はこれ下に映る、下る、そうですよね、あとでちょっとじゃあ点灯の、はい、周りも見てやっていきます。閉めちゃっていいですか、どうぞ。もう安定のって感じです。安定のです、ね、はいはい、これはあれがついてるのかな、ちょっと足のやつが、足差し込んで開けるやつもついてるんですか。ついてます。あ、ついてるんですね、はい、その辺のじゃあ便利機能もなんかもう当たり前のように当たり前についてます、はいはい、ついてるんですね。あ、閉めるのもやっとけばよかった。じゃあもう一回やろうか、これで、で開けていただいて、はい、閉めるのも、あ、なるほど、はい、バッチリですね。バッチリです、はい、じゃあちょっと続いて、はい、内装を見てみたいと思います。内装は今回、はい、レザーシートオプションの、はい、内装めっちゃおしゃれですね、はい、入ってます、はい、なんていうんですか、このダイヤモンドステッチ、はいはい、だから RS とかね、そういうのが入ってる、使ってるやつなんですけど、はい、やっぱりこれは欲しいですね、はい、アウディシリーズのこれ白ですか、シルバーのステッチなんですか。シルバーのステッチですかね、はい、めっちゃおしゃれですね、はい、この背もたれのところにこう、はい、S のエンボスが入ってて、はい、入ってますね、はい、これドアの方も見ていただけると、はい、あ、ドアもカーボンのパネルがついてたりとか、はいはい、アルカンタですか、ここもちゃんと設置が、あ、アルカンなんですね、はい、これアルカン、アルカンじゃないですか、バックスピンですか、うん、アルカンっぽいっすよ、うん、ステッチが入って、言っていいですか、うん、ちょっとあんまりこう言うと、うん、お前はそうやってこう目が肥えてきて、うん、そういうこと言うようになったんだなって多分言われちゃうんですけど、うんうん、このアルカンってこうどっから来たのかなっていう、はい、下見で言っちゃったんですよ。どっから来た、はい、他にアルカン使ってるとこないじゃないですか。そうなんですよ、天井とかピラーとか、このアルカンタラってどっから来たのかな。多分 S ラインで行くとシートがレザーじゃないとアルカンなんです、多分コンビだから。だからこのレザーだったらこっちもレザーにしてほしい。だからもう最初言ってたのはここもダイヤモンドステッチにしてほしかったよね。はい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 、はい、それはね、分かりました。多分純正だとシートとあれがそこから来てるんです、レザーとアルカンなんで、多分こっちとこっちの組み合わせじゃないかなと私は思います。僕怒られるんですよこれで、はい、調子に乗ってるんです、全然大丈夫でしょう。はい、でもいや全然まとまりがいい感じです、はい、いいと思います、はい、ちょっと乗ってみてもいいでしょうか、はいはい、ちなみにバンガードも、ね、入ってます。あ、バングもついてるんですね、定番ですね、はい、なるほど、はい、あ、でこれこう光るんですね。そうですね、こうじゃないんですね、プレートが。
普通なんか、あ、ここのね、縦で開く感じなんだ、はい、こっちの面が光るんじゃないんですね、うん、横ね、こっちなんですね。あ、そう言われてみると、はい、そうですね、なんか珍しい感じですね、はいはいはい、ちょっと乗ってみたいと思います。あ、それ発見ですね、はい、よいしょ。いや、かなりしっかりした感じです、はい、ちょっと普通の、なんていうんですか、他の車種っていうか他のメーカーよりレザーちょっと硬いというか、かなりしっかりしたレザーじゃないですか、はい、ただ座った感じは全然硬さは感じないです、割とソフトな感じで、はい、ただサイドサポートとかは結構低めなんで、かなりゆったりした、うんうん、横がね、はい、このサイドが、はい、なんかすごくスポーティーな感じはしないです、はい、ゆったりした感じです。でそして、はい、周りもパネルもカーボン、カーボンが至る所に、はい、コンソールとダッシュボードと、はい、でこれステアリング D シェイプじゃないんですね。じゃないです、はい、普通の丸のステアリングで、はいはい、けどちゃんとシルバーのステッチと、はいはい、でここにサテンのパーツが付いてたりとか、はいはい、ところどころこのアウディの S 感を演出されてます、はい、そしてメーターはこの真っ暗なのはメーターってことはそうですね、バーチャルコックピット、はいはい、これも一応オプションになります。なるほど、はい、それ聞いちゃったんですよね、さっきの話オプションなんですかって言ってたけど、まあ、さらっとですね、はい、っていう、はい、オプションです、はい、さっきオプションなんですかってリアクションもう下見でしちゃったっていう、はい、そうですね、はい、オプションなんですね。でも、はい、オプションです。普通の Q5 はついてないってことですか。そうですね、はいはい、だから S5 とかもオプションですよね。あ、そうなんですか、はい、ちょっと年式によってね、あの標準になってるところもあるかもしれませんけど、はいはいはい、基本、はいはい、あのこの当時はオプションになります、ね、なるほど。でもこの辺はもう安定の、はいはい、アウディの他のモデルと共通のライト類、ワイパー類、はい、このステアリングコントローラー類と、はい、ここら辺もね全部もうほぼ共通ですよね、はい、いいですよね。もう BM しかり、はい、メルセデスしかり共通になってるんで、乗り換えたりとかしても戸惑わないじゃないですか、はいはい。なるほど、この辺も使いやすい感じで、はい、ちょっとオンにしてみてもいいでしょうか。どうぞ。こっち、うわぁ、ちょっとかけてみていいですか、うん、なるほど、はい、これいろいろ表示が変えられるわけですよね。そうですね、ビュー、これかちょっとこれにしましょうか。 OK です。なるほど、これか。何来てね、いや、なんかいろんなのが表示できればなっていう。あれ、ナビとかもこれ表示できるんでしたっけ。そうです、ナビを。あ、そうか、ナビゲーションの中に、はい、ちょっとお待ちくださいね、ちょっと、はい、あー、いいですね、はい、今結構こうヘッドアップディスプレイとかでこうなるべく視点をずらさないで、はいはいはい、ナビとかの方向とか出せるのとかありますけど、やっぱりメーターにこうドーンって出せるのいいですよね、うん。なるほど、運転してるよね、いいですよね、はい、確かに視認性もバッチリです、はい、なんかこういう電子デバイス、アウディ早いっすよね、はい、アウディ早いですね。ですよね、ライトとかもそうだし、はいはい、でこの辺のメニュー画面も、はい、これでアウディ独特ですよね、はい、でも一、はい、回ね慣れちゃうとアウディすごい幅が広いので、はい、いろいろシステム使えるので。なるほど、各設定とナビと電話と、はい、で当然カープレイもついてるわけですもんね。あ、SIM カードも入るんですか。入ります、入ります。なるほど、SD のスロットと、はいはい、ね、Wi-Fi 使えれば車の中で確かに、ね、いろいろできますから、はい、でカープレイも使えればもうメディアは何も困らないじゃないですか、はい、でドラレコもこれあれですか、ディーラーオプションかなんかのやつですか。ディーラーオプションのドラレコと、うん、フロントとはリアもついてますね、はい、レーダーも、あ、前後のドラレコなんですね。はい、であとレーダーと、はい、であとはこのサンルーフすごいですね、パノラマ、はい、もうパノラマ見慣れてるからあれだけどね、すごいよね。いやいやいや、すごいっすよ、はい、この大きさで開け閉めできますから、はい、あ、そうなんですか。ちょっとやってもらえれば。わあ、いいっすね。なんかイボークに、イボークだとちょっとね、はい、後ろまであるからちょっと逃げらんないんだよね、はいはいはい、匹敵するぐらいのサイズじゃないですか、なんか、
すごい開放感が。はい、恒例の小島店長、後ろに座る、はい、モニターでテレビついちゃってるな。まあいいや、はい、どうでしょう。割とゆったりじゃないですか。ゆったりです。全然ゆったりですよ。ですよね。身長168センチ、はい、十分ですね。前も足元も、足元も十分です、はい、天井も、天井も十分ですね、はい、横も、はい、割と広々です、ね、うん、全然ゆっくりと行けますね。で、まあね、窓も、はい、あるので、バランスがいいですね。バランスいいですね、はい、シートは後ろは柔らかいですね、はい、ちょっと僕も座ってみていいでしょうか。どうぞどうぞ。あ、後ろも全部これ前に習ってアルカンと、はい、スピーカーと入ってるんです ね、 ですね、はい、ちょっと持ってみます。よいしょ。一応後付けのアルパイン、あ、アルパインのモニターが後付けされてるんですね、はいはい、なるほど。いや、ゆったりです、はい、いいよね。後ろの方がちょっと柔らかいかな。シート後ろは基本的にいつも柔らかいね。そうですね、はい、ゆったりです割と、はい、そしてアームレストとドリンクホルダーと、ちょっとこれドリンクホルダー残念だな。これあれ、マカンもここじゃなかったでしたっけ、うん、でも小さいのがしか入らないね、これね。あ、なるほど、ペトッと入んなかったです、はい、なるほど。まあ、それはね、はい、ここら辺に入れてもらってそうですね、はい、はい、なるほど。で、こっちはな、これエアコンですか。エアコンですね、はい、で、シガーと、はい、はい、まあ、この辺は最低限ですけど、はい、ついてますと、はい。割とシートの形状がここえぐってあるんで、割と足元ゆったりですね、はい、そして天井の余裕はかなり、はい、座高マックスの僕でも、はい、あります。そしてパノラマの開放感はすごいです、はい、だからまるですね、ご家族でいいですね、十分乗っていただける、最高ですね、お車だと思います、はい、ちょっとじゃあ続いてエンジンルームも見てみたいと思います。エンジンルームからどっちなんですか、こう派手に演出する系の。いや、その開けた瞬間のツッチーのリアクションで、あーって感じですね、はい、しっかりこう、はい、ちょっとエンジンのカバーやっぱり、はいはい、S モデルらしい、はいはい、ちょっと赤のアクセントが入った、はいはい、でこの辺はマカンと共通ですよね、この辺も。そうですね、はいはい、でエンジンが3リッター、V6 3リッター、はいはい、S5 とかと同じエンジンが積んでますね、はいはいはい、350馬力くらいでしょ、はい、ですよね。340? 340、はい、他の X3M でしたっけ、はい、とかと比べちゃうとちょっとパワー的にはこう、はいはいはい、そうですね、若干マイルドというか、はいはい、マイルドになってますね、はいはい、ただ燃費は結構いいんですよね、その代わり、はいはい、そして何といってもやっぱりアウディですから、はい、クワトロが、はい、一番ポイントのところじゃないでしょうか。もう本当にあの東京店 の、 その RS6 撮影した時も、うんうん、あの僕多分何回も言ってますけど、うん、なんか結構北の方でもこう信頼性がやっぱりアウディのクワトロって、うん、はい、やっぱりクワ、いや北海道と、あ、北海道そっち向けね、はいはい、やっぱりこう冬っていうか、もう雪が降るような地域だとやっぱりアウディのクワトロが一番なんかこう安心、うん、安定してるよねっていうふうに、うん、はい、だそのぐらい信頼性も高いと。そうですね、はい、どこでも行けますね。じゃあ比率がやっぱりそういう比率なんじゃないですか、はいはい、クワトロの比率とか、はいはい、そういうあの4駆の比率がですね、はいはいはい、いろんなメーカーでね、4駆だけどちょっとスポーツ寄りだとバランスがあったりとかそういうのもすると思うんで、結構メーカーそれぞれこうフォーマチックとかいろいろ方向やってますけど、 X ドライブとか、はいはい、ちょっとキャラクターが若干違うのかなっていう、はい、おーっていうのがないとちょっとこう、いやおーっていうのがないお車ですから、はい、安定の、安定しますね、でも本当に、はい、いや、いいんじゃないでしょうか。おーっていうのは、いや、ファミリーカー最高ですよ、これ。そうそう、はい、あの、そういうお車は東京店の方のお車でご紹介していただいて、はい、うちはこの安心の、はい、安定の、はい、おすすめできるお車をいければなと、はい、なんかこう、尖ったところがなくていいですね。そうそうそう、本当に、はい、だから本当にどっちにも触れるじゃないですか、はい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 、このままお乗りいただいても十分ですし、はいはい、じゃあこれをベースにちょっとじゃあ、はい、ね、カスタマイズしていこうかっていうのも、はいはい、いいと思いますし、そうですね、割とこうあらゆるところがこうニュートラルというか、そうそうそう、はい、なんか特徴的すぎないっていうか、はいはいはい、扱いやすいですよね、はい、だからやっぱり幅広く皆さんに好まれてるんじゃないですか、そういった部分で。そうですね、はいはい、あとそろそろ言っていいですか、おすすめはアプトなんです。アプトのそれをあれ、はい、入れておきましょう、はいはい、ドイツのアウディワーゲンチューナー、はい、アウディワーゲンというかアウディメイカー、はい、うん、チューナーアプト、はい、アプト、はい、
もうめちゃくちゃ人気ですから、やっぱりちょっと日本だと知名度というか、こう今一つ、え、そうなの、いや 僕らはもちろんその詳しい人知ってますよ、はい、ただ世間一般からすると、はい、やっぱり他のなんかメルセデスとか BM チューナーからすると、はいはい、ちょっとこう知る人ぞ知るみたいな存在になっちゃってるじゃないですか。アブトって書いてあっても、はい、なんかね、ABT って読む人もいたりね。そうなんですよ。ただヨーロッパじゃめちゃくちゃ有名ですからね、はいはいはい、レースもやってますし、はいはいはい、もう歴史も本当にもう何十年って積み重ねてきたチューナーなんで、物も間違いないですし、まあ、ぜひ僕としてはアブトのパーツを、まあ、コンプリートとは言わないですけど、つけたいです、ホイールからね、はい、つけたいです。あ、そうですね、ホイールだけでもかなりいいんじゃないですかね、うん、はい、リップとか出てるんですか。確かエアロも出てないんだっけ、出てます。うん、あ、ワイドボディもあるんだ。ワイドボディもあるそうです。ワイドボディまでね、行くとちょっとかなり、まあまあまあ、ちょっとファミリーカーからちょっと外れてっちゃいますから、うん、はい、ただまあちょっとリップ足してホイールぐらいなんかはかなりいいんじゃないでしょうか、はい、そうですね、はい、じゃあ続いて転倒周りちょっと見てみたいと思います。お願いします。これが今スモールの状態ですね、はい、ロービームお願いできますか。あ、ロービームはこの外側のプロジェクターが光る感じじゃないでしょうか。はい、でウインカーは流れるタイプの、はい、ウインカーです。あ、でハイビームは内側が光る感じですね。続いてちょっとリアも見てみたいと思います。スモールがちょうどこの同じようにチューブが光る感じですね。そしてこれバックフォグですかね。バックフォグです。バックフォグはこのバンパーの内側が、はい、でウインカーはフロント同様流れるタイプの、はい、ウインカーになってます。でブレーキがこの内側ですね。あとハイマウントが光る感じです。でバックがこのバックフォグの隣ですね。でスモールにしていただいてもよろしいでしょうか。でリアゲートを開けると、あ、下側にやっぱり切り替わるんですね。これウインカーも切り替わる感じですかね。あ、なるほど、ウインカーも外側に。ブレーキはこれ切り替わらないですか。あ、ブレーキも全部切り替わる感じですね。なるほど、こんな感じです。はい、続いてマフラーの音もちょっと聞いてみたいと思います。お願いします。じゃあちょっと早速恒例の試乗の方に、はいはい、行ってみたいと思います、はいはい、行きましょう。これボタンが赤いのも S ならではポイントですか。そうですね、はい、そうなんですね、 S のやつですね。なるほど。これシフト360度ね。あ、360度カメラですか。カメラです。これいけるのかいけないのか分かりますね。大丈夫です。シフトこれちょっと久しぶりにアウディ系の乗ったんですけど、はい、ちょっと独特ですね。グイッて。あ、そうですか。はい。一回撮影で、はい、あの Q7 乗らせてもらって。はい、おおって感じだったんですけど、うん、はい、それを思い出しました。ちょっとこれ慣れないとなんか他の車とちょっとなんか違う感覚ですね。今回も、はい、もう土パフォーマンス、もうなんかいろんな車に短期間で乗りすぎて、うん、なんかこうリアクション芸が、リアクション芸じゃないんですけど、うん、はい、リアクション芸、はい、リアクション芸人みたいな、うん、なんかあれこんなにブレーキ手前でしたっけ、気のせいですか。あ、違うフットレストがすげー奥なんですね、これ独特ですよね、ちょっとね、はい、足回りがもっとこうフットレストこうかと思ったら、うん、すげー奥なんですね。ここら辺のはい、ちょっと今回はエアコン関係もあれですね、はい、これ以上ダイレムセレクトですね、はい、これで変わります。ダイナミックとか、はい、インディビジュアル、はい、オフロードとかもあるんですね。あ、そうなんですか、はい、スポーツ、スポーツプラスとかじゃないんですね。そう、もうオフロードです。まあ、ちょっとダイナミックでいきましょう。これなんですか？エフィシエンシー。エフィシエンシー、はい。これあれじゃないですか。コンフォートの
エコノミー。あー、なるほど。コンフォートのもうちょっとあれです、はい、エコな感じのやつですか。へえ。とりあえず最初はコンフォート、はい、オートでいい。オートでお願いします。でもこの車の真骨頂って言ったらオフロードなんですかね。いやそんなことないんですか。そんなことないんじゃないですか。クワトロがこう、僕、うん、アウディのクワトロって言ったらあのスキー場のジャンプ台を登ってくるありましたよね、はい、あの世代じゃないですけど、うん、あの CM 昔こういうのあったんだよっていうのを見て衝撃を受けましたもん、うんうん、マジか。いやもうちょっとあの大変あの毎回同じこと言って恐縮なんですけど、はい、安定です。安定ですね、はい、安定安心の安定安心。いやでもサイズ感もちょうどいいじゃないですか、うん、だからなんかこう気をつけなくちゃいけない感じはないです、うんうんうん、はい、もう普通に乗れちゃいますね。本当に小島さんが言った通り A4、A5、うん、はい、あのぐらいのサイズ感なんて、うん、はい、乗りやすいです。ファミリーカーにいいですね、うんうん、ファミリーカーの外観と大きさなんだけど、はい、パフォーマンスは違うという感じですね。あ、そうですね、はい、パドルがちっちゃい。でスポーツカー、まあ、まあそうですね、そうですね、そうですね。期待してるとこは期待値がちょっと期待値がおかしいんです。期待値というか、はい、車が違いますから。そうですね、はい、でも、はい、エンジンサウンドとかエキゾスサウンド結構車内に響いい感じで響いてますよね。さっき外で聞いた時は、はい、あ、割とやっぱりマイルドっていうかこう控えめな感じなんだなと思ったんですけど、はいはい、乗ったら結構聞こえますね、これ、うん、結構ちょっとそのおってなりますよね、はい、確かに。ダイナミックですか。ダイナミックに、はい、あ、全然違いますね。全然違いますね、はい、いや、ダイナミックかもしれないです。そしてバーチャルコックピットめっちゃ見やすいっす。でかい。いいですね。でかいっす。え、これ液晶のサイズで言ったらこっちと変わんないっていうか、むしろ横はでかいっすよね。変わんないと思います。なんすかそれ。いや、まあいろいろ。ああ、設定も、設定もドライバーズアシスト、はい、あ、渋滞アシストとかその辺も全部人取り付いてるんですか。ついてます。サイドアシストってあれですか、ブラインドですか。そうですね。ですよね。え、じゃあもうなんか人通りついてんじゃないですか。いや、アウディの安全装備とかそういうのはあれですよ。あ、結構硬い。しっかり結構硬い。いや、僕の勝手なイメージですけど、アウディってそんなにこう、なんていうんですか、安全最新装備とかってこう主張してない感じ、はいはい、どっちかというとメルセデスってすげえ主張してるじゃないですか。この間本当に東京店で RX 見てびっくりしたんですよ、はい、あれ全然メルセデスと変わんないっつって、安全装備が。ツッチ、それ時代遅れですね。マジっすか。完全時代遅れですね。本当っすか。結構僕たちのイメージから、はい、イメージで言っちゃ申し訳ないですけど、はいはい、アウディがやっぱり最新のイメージですね。あ、アウディが、まあ、モデルのその車種によってグレードによってやっぱり追いついたり追い越したりあると思いますけど、はいはいはい、やっぱりそういうのは、うん、アウディが一番早いんじゃないかなっていうイメージはあります。なんかライトとかなんかこうちょっと特殊なことやるのがなんか早いイメージだったんですけど、安全装備もなんか全然変わんないなと思って、はいはい、安全装備でメルセデスみたいな車の選択の仕方はもう僕みたいな時代遅れになっちゃうんですかね。違うです。それ全部ついてるよみたいな、はい、そうなんですね。そうです、いや、いい感じですよ。でもこういうこのタッチパネルとか、はい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 、はい、ね、はい、こういうところ。ああ、なるほど。こういうの、はいはいはい、そこって結構メーカーそれぞれこう、なんていうんですか、ありますね、はい、違いが出ますよね、はい、だからそこのお気に入りボタンとかね。これですか。そうそうそう、はい、これ今何も入ってない、はい、設定ができたり。ちょっと踏んでいいですか。どうぞ。大丈夫か。あ、ちょっと詰まってるからかな。うわ、え意外、意外や、意外っていうかだいぶパワーありますね。めっちゃパワーありますよ。そう、だからこれが一応、なんだっけな、
スーパーツインターボ、はい、ターボになってからですかね、はい、トルクはちょっと上がったんですよね。いや僕その下調べの段階で、いや X3M とかその辺と競合かなと思って、X3M ってなんかカタログ値馬力すげえ出てるじゃないですか、400何十馬力とか出てて、はいはいはい、そうするとだいぶ控えめだなと思ったんですけど、全然ですね、めっちゃ速いですよ。だから本当になんていうんですかね、価格帯が違うじゃないですか、はい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 、だからもう別に、まあ、もちろんパワーあるのはいい、分かるしいいんですけど、はい、まあ、そこまで、まあ、例えば車のゴエさん、まあ、ここら辺ぐらいで抑えたいなっていう方にはすごいいいですよね。そして今もうカタログで車のスペック語っちゃダメっすね。じゃあダメだ、はいはい、やっぱりトルクで車走るし、はいはい、あとはもう今ミッションの進化がすごいじゃないですか、はいはい、これ8速オートマでしたっけ。そうですね、はい、ミッションでこう効率よく使えるようになったから、一概にこうパワー出てるから速いとか、スポーティーだっていう感じじゃないですよね、はいはい、もうそうですね、それはもう昔のアメ車の時代ですね。ね、何百馬力パワーとか出せば出そうだ偉いみたいな、はいはい、全然もうめちゃめちゃパワーありますよ、はいはい、びっくりしたっす。高速でもね、多分合流とかでも全然そのスムーズに入れると思いますし、これでアウディの4駆ついてるのも割と最強かもしれないですね、うん、これ、機能ですね、はい、ドライブセレクトとこれ、はい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 、さっきの話のパーキング、はい、ちょっと今回この、はい、パーキングアシストもちょっと、はい、体感して試してみようかなと、はい、これなんですか。あ、これがこれオンフ、オンフ、あとこれ坂道速度ロックスやつですね、はい、制限するやつ、はい、なるほど、シートヒーターもついて、あ、なるほど、ベンチレーションはついてないですね。ついてないですね、はい、じゃあちょっと駐車場に、はいはい、使っ土地初めてのパーキングアシスト使ってみる。確かに僕使ってみたことないです、はいはい、まあ、慣れてる人だと、はい、まあ、使うことあんまないかもしれないですけど、でも運転が苦手な方とか、うん、でもね、はい、意外に多分使ったことないから使わないんですよ。あ、1回使えるともしかしたら、はい、感動しやすかね。あまり予備知識するという、あの、ですか。僕何にも使ったことないですよ、はい、そういうの。でも僕そういうのこう信用できないんですよ、うん、そういう世代でしょ。はい、あのメルセデスのついていくやつあるじゃないですか、うんうんうん、何でしたっけあれ、何、ディストロニックプラスですか。はい、はい、渋滞で、いや、これも全然ついてるよ、この車。いやけど信用できなくて、いやいや、結局使ったんですけどブレーキ踏んじゃうんですよ自分で。いや、あれ本当に楽だよ、あれは。ってみんな言うんすけど、本当に楽、うん、僕 S 乗る機会があって使ってみたんですけど、うん、全く信用できなかったんですよ。いやいやいや、今度その S も安全装備についてちょっと高速で。本当ですか。はい、じゃあ S 特集します、ご紹介しようかなと思ったんですけど。本当ですか、 S 特集お願いします。僕みたいな、あれこっちいいんですよね、うん、その上の方に明るい方がいいですよね。僕みたいなちょっとこう機械信用できないんです、はい、あと興味があるのは、あの、なんですか、狭いとこ入っちゃって、はい、バックできないときに自動でこう、うん、来た道をたどってバックしてくれる機能あるじゃないですか。嘘、ありますよ、 BM そうっすよ、1シリーズとかでもついてますよ今。へえ、はい、それ試してみたいんですよね。あ、それ知らなかった。そう、行き止まりとかで、はいはい、こうどうにもならなくなっちゃった時あるじゃないですか、うん、それを来た通りにハンドル切って戻ってくれる機能があるんですよ。すごい、それちょっと勉強不足、全然知らなかったの。それちょっと使ってみたいんですよ。でもそれさ、はい、積載車に欲しくない。あ、確かに。もう積載、それ積載あったら最高ですね。昔やっぱ若い頃積載で道分かんない時に都内ですありましたもん、僕ハマっちゃって、ひたすらバックみたいな。そう、これまずポチッと押すと、ここを押していただくと、はい、表記出ます。あ、出てくるんですね。で、止めたいところをに行く、はい、まあ駐車場を感知するんですね。この自動で止められるところを探すわけですね。そうです、その選択がここに駐車場が出るので、はい、ここだともうちょっと枠を寄った方がいいですね。枠に寄った方がいいです。え、枠をこれ見てるんですか、カメラで。枠を見てるんじゃないかな。あ、それか、車を見てるんじゃないかな。じゃあ車ないところだと止まらないのかな。あ、出たから。来た、これです。あ、前から入れるか後ろから入れる。で、これで後ろで、はい、こう選択をポチッと
前進してください。前進します。はい、前進しました。はい、バックにしてください。はい、バックにして。ここに案内出るんで。はい、うわぁ、うわぁ、マジか。で、今度ドライブにしてください。うわぁ、怖い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 。超常現象ですね、うん、すげぇ、すげぇ、止められたっす。はい、すげえ、マジっすか。え、これしかもドンピシャ。あ、もう一回まだっすか。ディーンジもうちょっと詰めてくれるんですか。え、そんな完璧にまっすぐ止めてくれるんですか、うん、じゃないの。ドライブとバックは2位なんじゃないの。2位ってかこっちじゃないためね。あ、すげえ、ぴったり止まりました。マジか。え、降りてみる。まっすぐじゃないですか。すげえ、まっすぐ、まっすぐですよ。ドンピシャです。ただ怖い。あ、でもでも、はい、いや、それはビビって僕がブレーキ踏んだからです。いやいやいや、こっち見て。こっちの方が詰まってます。ちょっと、まあでも一応合格ラインじゃないですか。合格ラインだけどね、はい、すげえ。これはちょっとちょっと初だったけどね。運転得意というか普通に運転できる男子はいらないかもしれないです、うん、ただその免許をその運転に慣れてない方とか、うんうん、例えば免許取り立てのそのお子さんとか、うんはい、乗るときはいいかもしれないですね、うん、いや僕でも夜とかいいんじゃないですか。あ、暗いところとか。確かに確かに確かに、うん、肉眼だと見るの限界ありますからね、うんうん、すごい。これが一応パーキングアシストですね。なるほど。これ結構どのメーカーも今最近ついてますけどね。あ、そうなんですね、はい、で前から止める、後ろからで止める、縦列するってできるんですね、はいはい、できます。ダメだ、でも僕それ怖くて使えないです、うん、信用ちょっと慣れてもうちょっとその機械を信用するようにならないと、うんうん、いやでもすごいっすね。これがやっぱり進歩してって自動運転に、ね、はい、あ、そうっすね、なっていくわけですから。あれがなんかあるんですよね、なんていうんですか、ステージ、ね、レベルがね、はい、これ一番最初のやつですよね、うん、すげえ、初体験、はあ、もう超常現象にしか感じられなかったですけど、うん、いいっすね。この辺なんかも当たり前についてて、だからね、車、はあ、前から言われてるけどね、車ぶつからなくなるね。確かに確かに、うん、そうっすよね、自動ブレーキもついたりして、いいことですよ。でもこれだけついてれば、まあ、うちの子供もまだ全然免許取る年じゃないですけど、うんうん、免許取って車貸してって言われても、うん、ついてればぶつけたりとか、その駐車にまごまごすることもないから、うん、いいよって言えるかもしれないですね、これは。でも最初ナビゲーション出た時もなんかナビなんか信用できねえよみたいな感じだったのが、やっぱりこういうので、はい、やっぱりだんだんと便利になっていって、いくわけです。恐れ入りました。なんかこういう装備でちょっとこう聞き流しちゃう、特に僕らこう運転にこう別になんか 不満というか何ですか、面倒さを感じてない人からすると別にふーんって感じじゃないですか、うん、けど実際体験するとすごいですね、これ。すごいすごいです。まあね、こういうのもあるんだっていうのもね、はいはいはい、いやでも本当にいい車ですよ、うん、いや、いい車ですよ、はあ、なんかこうとてつもないあれじゃないですけど、いや、すごい平均点が高い、はい、ニュートラルだし、すごく優秀。出来すぎくんですよ、出来すぎくんですよ、はい、いや、これはでもいいな、ファミリーカーに欲しいです。ありがとうございます。はい、はい、というわけで今回はボンドカーズアリーナより2018年式アウディ SQ5 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。